恐竜と一緒に走り回って遊んじゃった。古代人もこうやって恐竜と遊んでいたのかな。古代人は恐竜と遊んでいたのか。びっくり。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、なに？もう一体も加わったってこと？あの恐竜がいるようです。すごいね、きっちり来るんやね。結局あの後もさ、飛び寄るところ見かけれんかったんやけど、私。あの、ずしんずしん歩き寄った方は夜もおったんやけど、すごい。きっちりやってきてやるんすね。いや、まあ、あの飛び寄る恐竜は、特に何の動きもないか。あ、ちなみになんか昨日、あの、なんか、ぐるりと回ったよ。言葉を理解している。あの、昨日ね、絵日記もめちゃくちゃ多かったんよ。ちょっとこの後また見るけども。では、いただきます。何あれ、朝から唐揚げの山なんかよくわからんけど、めっちゃすごくない？でもなんか野菜の上に乗っとるね。なんなんやろ、あれ。何気に毎日ちゃんとご飯違う？ごちそうさまでした。もしかして。ごちそうさまでした。そうだ。あの翼竜の呼び名を決めないとね。しんちゃんならあの翼竜をなんて呼ぶ？翼竜、ハートマーク、恐怖の巨大鳥は実在した。もはや呼び方でもなくない？ハートマークにしよう、かわいい。なんでハートマーク？なんかハートっぽいとかあった？ハートマーク！かわいいけど。そして無事、翼竜のニックネームが決まったよ。うん、お、何？勝手に走ってったんやけど。何？冒険？あれ？ララコちゃんかと思った。違うやん。ララコちゃん向こうにおるね。おはよう、しんのすけ。今暇？ほら、一生懸命作るぞ。何を？それは今暇じゃなくて、手間暇。そういうこと。な、どういう受け答えかと思った。悪の産地に伝票を持っていくんだけど、散歩かしてら一緒に来る？悪の産ってのは悪の博士。うん。たくさん歩くのに散歩とはこれいかんだぞ。うまい。じゃあ私の後をついておいで。最初はここのおじさんがやってる。新聞社の前で待ち合わせね。お、了解です。ついておいでって言うのに、じっと見よるしんちゃん。んで、ちなみに、絵日記ってどこから見ればよかったのかしら？ここか？あ、あったあった。なんか昨日だけでね、めっちゃいっぱい増えたんよ。ここからやった。日の山食堂前、悪の博士と恐竜が揃って体操、1、2の3。朝から始まって、恐竜意外におとなしい小鳥と遊んでいたなんて。これかわいいね、この様子見たら。悪の博士はケリシマストアにいるらしい。しんちゃんはね、絵日記を日記としてだけじゃなくてメモ帳としても活用しよるよね。覚えておくぞ、常におるわけじゃないやろって感じやし。ケリシマストアで悪の博士を大発見。何を考えているのかな？怪しい建物を大発見。悪の博士はここに入っていったに違いない。しかも何かあったら、あるたんびに書くっていうね。一日の終わりにまとめてじゃなくて。二匹目の恐竜がやってきた。ちょっと怖くてかっこいい。子供的にはこっちの方がかっこいいんかな？よくわからんけど。まあ、でも顔もそうかな。二度と町から出さないと言われたけれど、ずっと夏休みならそれでいいかも。いや、子供の思考的にはそうなるよ。水門が邪魔で通れない。向こう側へはいけないようだ。そう、これもそのうち、行ける範囲が広がるってことよね、きっと。そしてカブトムシ、大きな角は強さの証、とっても力強いんだ。ダンゴムシ、とっても身近なダンゴムシ、触ると体を丸めるよ。オオカマキリ、どう猛な性格なんだ。大きな前足がかっこいい。てかこれ、絵や、あ、そっか、写真か。絵やとしたらしんちゃん上手すぎるけんね。ベニシジミ、これベニシジミやった。春によく見る紅色の蝶、小さくて可愛いな。山桃を手に入れた。山梨県に名前が似てる。山桃県もあるのかな。山桃県、めちゃくちゃ言いにくい。目標達成、お小遣いを合計300円もらった。働き者だ。4日で300円よ。どうなん？どうなん？幼稚園児からしたら多いかな。半妙、鮮やかな模様が魅力的、道しるべとも呼ばれてる。半妙はもう本当になんか動物の森でおなじみって感じやけど。西キリギリス、この虫は鳴き声で夏の始まりを教えてくれる。
そして、ヨヨコおばちゃんが見てたドラマは愛の遊覧飛行。どんな話か気になるな。これね、私が夜に、チラッと話しかけたんよ。あの、テレビを見よるヨヨコに。そしたらなんかこんな日記ができた。そんなところからも日記につながるのねっていう。愛の遊覧飛行。なんか、主婦とか好きな感じやんね。二人ともいつも、何の遊びをしているんだ。ガハハハハハ。恐竜と一緒に走り回って遊んじゃった。古代人もこうやって恐竜と遊んでいたのかな。古代人は恐竜と遊んでいたのか。お、ズシンズシン聞こえてきた。どこからや。向こうからやったみたいやね。こっちに来たらなくなったわ。さあ来たよ来たよ。新聞社前。お、しんのすけ。そんな遠い段階から来た来た、こっちこっち。うんうん、もうちょっと待ってくれていいね。そうそうそう。もう歩いていくんかと思った。来たよ。ちょっと前までここは工事現場で通れなかったんだけど。それ、オラも知ってるぞ。そうそう、昨日すでにね。恐竜が柵を壊して通れるようになったんだ。それさ、もう一回通れんようにするとかそういうのはないんやね。そのまんまなんや。そして行くんすか。道の真ん中を歩いたら恐竜に踏まれちゃうかもしれないから。端っこを。そういう問題なんかな。注意注意。でも恐竜来たらまず足音でわかるけん大丈夫よ。飛び寄る方は、あれやけど、まあ、踏まれることはないよね。いいな、この川かわいい。こことっても綺麗でしょう。なんとかっていう名前の花が水の中に咲いてるの。そう、名前ちょっと忘れたけど、なんとか。とってもいい名前だぞ。ね、そういうことじゃなくて。いや、なんとかってのは名前を思い出せないだけなんだけどね。うん、魚も泳いでいるな。あ、川に落ちたら危ないからね。注意、注意。なんかめちゃくちゃさ、この水の底、なんかツタみたいなのすごいいっぱいあるよね。びっくりした。川を覗きに来たんかと思った。普通に渡ってった。さあ、行くぜ、行くぜ。あ、もしかして畑の説明もしてくれるのかしら。もうすでに水はやったけど。ここはヨシコちゃんの家がやってる農園なの。ヨシコちゃんって誰だったっけ。あ、ヨシコちゃん。なるほどね。あの、新聞社におるアルバイトの子や。女子大生のヨシコお姉さん？そうよ。さっきの新聞社で働いてるヨシコちゃん。ここら辺は使っていない畑だから、勝手に使っていいことになってるの。畑仕事、やってみる？それって、オラがあの素敵なお姉さんと、お近づきになれるチャンス？お近づきになれるのはどっちかといえば新聞の手伝いじゃない？そうかもね。ブリブリーブリブリーどういう感想？しんのすけは畑仕事そのものには全く興味がなさそうね。なんか、小学生とかがさ、夏休みとかやっけ？なんか、稲とか植える、それ田んぼか。体験みたいなのよくあるよね。ふん、よしこお姉さん。それにしても彼女に対するこの熱烈な好奇心と、私に対するこいつはどうでもいいや、暇つぶしに持ってこい。な感じの違いは一体どこから生まれてくるのかしら。じゃあ次はアクロンさんの秘密研究所でね。やっぱ女の子らしいかどうかっていうところなんじゃないだろうか。しんちゃん的には。ちゃんと追いかけてくるんだよ。ちょ、その前に水やっていっとこう。一日一回やってよね。え、それって現実の一日じゃなくってこの中の一日やろ？知らんけど。よし。うふーい。いいなぁ。何回見てもいいね。この水のやり方。このすごく大雑把な水のやり方。こんなやり方する人絶対おらんと思うよね。え、もう普通に研究所前まで行ったんでいいんかな？ん？こっちから行けたっけ？あ、行けない。こっちから行けんかったわ。なるほどね。そこは遠回りになるんすね。あ、あれじゃない？木に止まっとる。これ見れるんかな？いや、あ、え、博士もここにおるんやけど。ん？新聞社があそこに。この空間初めて来た。てかいいね、ここ。牛乳。おにぎり食ってんすか？
よいしょ。我が輩の研究は古代からの伝承と最新の科学を融合させた発明品を作ることである。古代九州のヒヒヒコの伝承から考えたのがタイムマシンと恐竜だ。素晴らしい。自画自賛だな。そしてその話が終わったらすっと降りる。しんちゃん、ハートマークはおやつが欲しいみたいです。ん？おやつタイムのご案内。ハートマークにカレースナックをあげましょう。素敵なことが起きるはず。ここだけではなく日の宮倉の上でもおやつタイムできますよ。おー、動物園みたいな。ペットというか動物に餌をあげる。夜はハートマークに会えないので昼間にお試しください。あ、そういうこと。え、夜はどこに行ってるの。なんか巣みたいなのがあるってこと、すでに。あ、見て見て、向こうから頭ちゃんもやってきたよ。どこかに運んでもらえますか。え、運んでもらうこともできるの、マジで。ヒヒコ坂ってどこなんやろ。とりあえずまたすぐに戻ってきたいけん、すぐそこの黒髪農園で。ハートマークにカレースナックを一つあげました。ハートマークあれなんやね、両方の翼にあるんやね。運んでくれる様子とか見れんの。普通に期待したんやけど、しかもその場に追ってくれるわけじゃなくてスッて帰ってくんすね。この子はもう常にここにおるってこと？頭ちゃんみたいにうろついてはないんやね。なるほど。あ、出てきた。ね、赤の博士向こうにおったよ。向こうにおったよ。おらんかったんじゃない？そこ。どうしたの？今日は大事な伝票を持ってきたんだけど、悪野さんいなかった。一体どこにいるんだろう？しんのすけも探してくれない？見つけてくれたらチョコビを一箱プレゼント。え、おったよ。悪野博士を探すことになったすでにおったよ。しんのすけ。博士は一体どこにいるのでしょうか？なんかね、まだ会ってない程ですごい進んでいくけども。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことは話の流れ的に普通に後から行った方が良かったってことだよね。まあ、でもあそこに座ってると思ってなかったし。またすぐに会いに行こう。